トマリアです。今回なんですけれども、KOSFC の AO に年齢制限があるのか、実質的な年齢制限があるのかというふうなところについてお話をしていきたいと思います。 SSC の受験をする際に、次第の医学部のように年齢制限があるのではないか、また仮にそうした制限がなくとも SSC 合格後に30代や40代で大学に通うと周囲からのけものにされるのではないかといった不安を感じの方も多いのではないかと思います。今回はこの点についてご説明をしていきたいと思います。まず基本的に KOSFC は何歳で合格をしても年齢を理由にのけものになることはございません。そうした多様性を認め合うコミュニティが形成されている理由といたしましては、まず KOSFC の帰国子女率の高さにあります。帰国子女という言葉をどのように定義するかにもよりますが、 KOSFC の在学生をおよそ6、7割が何らかの海外経験を持つ人材です。そうした経験の中で多様性の尊重の重要性を学んでいる SSC 生は、年齢を理由に入学生をのけものにすることはありません。その上で SSC の大学当局はどうかというと、これもまた年齢を理由に受験者をのけものにしているということは考えにくいです。実際今までにも20代後半ないしは30代から60代の合格者はおりますし、毎日学習会からの合格者でも20代前半など一般的な大学入学のタイミングとは異なるタイミングで入学された受験生の方は大勢いらっしゃいます。ですから年齢の面で SSC の AO の受験を諦める必要というのは全くございません。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。ご相談、10日間無料体験、10日間無料添削は概要欄から LINE 公式アカウントにご登録いただければ幸いです。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。